はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ついにやってきました、レジェンドアンソロジー3。名前はね、レジェンドアンソロジーアクセラレーションというね、イベントが、2月の13日から開催されるということで、レジェンドアンソロジーっていう、イベント、もうこれ3回目なんですよね、実は。はい。もうすでに過去2回やってまして、ちょっとリミットレギュレーションはいろいろ変わってるんですけども、これどういう大会かと、イベントかと言いますと、これね結構ね人気の、まあ、イベントになってまして、なんかキャラクターのレジェンドデュエリストたち、まあ、なんか遊戯さんとかさ、あの会話とかなんかそういう、レジェンドデュエリストたちが使ったキャラクターデッキっぽいデッキを、まあ、活躍させるべく、コナミさんが考えていただいたその、イベントになってまして、今回はこのレジェンドアンストロジーアクセラレーションで、まあ、使えそうな、強そうな、周回に向いているデッキをいくつか考えてきたのでご紹介していきたいなと、はい、いうふうに思ってます。早速やっていきましょう。ちなみにですね、こういうね、イベントは本当自分の好きなデッキ使うのが一番いいと思うんで、なんかこのこういうデッキいいよっていう一応、まあ、例を出すだけで本当好きなデッキ使ってください皆さんね。はい。で、一応ね、この忍者というデッキがめちゃくちゃ強そうです。はい。あ、ちなみに手札誘発見ていただいたら分かるんですけども、まあ禁止に、ぶち込まれてますんで、基本的にはね先行の妨害あんまりありません。多分相手先行で自分が回してる時に相手からの妨害がありません。はい。なんで、まあ綺麗に回せるとは思うんですけども、まあその代わりにマクリフダ、まあ、サンダーボルトであるとか、なんかブラックホールであるとか、まあ、そういうマクリフダはある程度なんかないといけないかなと思うんですけど、本当にね、なんかね、マクリフダ、ろくなもマクリフダなくて、なんかき、あの、拮抗勝負とか、近所対戦続きみたいな、そういうカードもないんだよね。なんで、結構マクリきついから、後攻かなりきつくて、先行芸にはなると思うんですよ、正直。で、その中でも、やっぱね、この忍者っていうデッキめっちゃ強いんですね。妨害が、体感4、5妨害ぐらいは簡単に構えられるし、あと、ほぼフルパワーなんですね。忍者でね、結構マスター1行きましたみたいな方もいらっしゃったんで、その実装された場合、あの時は、ストラクチャーが。なんで、このデッキはめちゃくちゃ強いと思います。黒シープが禁止ぐらい。注意点としては。そんぐらいです。テックジーナス。テックジーナスはですね、ディアベルスター周りが禁止になってるぐらいで、自分たちで動かす分にはもう全然ぶん回せるんですよ。で、テックジーナスって基本的にこのマイティストライカーっていうモンスターが、成立すると動けるテーマになってるんですけども、レベル2をシンクロ召喚できれば基本的にはいいので、だからまあレベル1を特殊召喚して、なんかレベル2のレベル1のチューナー出すみたいな、なんか本当ならエフェクトベイラーとなんかジェスターコンビとかでもいけんじゃないかなと思ってるんだけど、まあ、こういうギミックで動いていけば、まあ、ワンフォーワンとかもあるしね、なんで、このギミックで動いてマイティストライカー動いていくと、これ何ができるかっていうと、結局ね相手ターンカラミティができちゃうんですよ。これね、このイベント、赤き竜とカラミティが禁止になってなくて、なんかテックジーナス使えみたいなイベントなんですよね。まあちょっと、細かいルートはね、僕の動画見ていただければなと思うんですけども、まあ、基本的には、2シンクロイコールカラミティみたいなとこあるので、まあ、ちょっとこれどうなのかなと思ってるんだけど、まあ、一応、おすすめはできる。なんでかというと、めちゃくちゃ強いから。ギャラクシーアイズはですね、相変わらずね、まあ、ほぼフルパワーみたいなもんですね。タイタニックギャラクシーだけなんか禁止でしたね。なんか見たら。もうほぼフルパワーです。ほぼ。で、なんかレベル8の、強いモンスター適当に入れてきゃいいんで、なんか、まあ、一応この、トランサーが強いからトランサー打つときは微妙なんだけど、まあエネアロとかね、フェレグランドとかこの辺は出るので、まあ十分、戦えるんじゃないかなと思いますね。まあ一応ね、ギャラクシー先行で盤面作ることもできるし、あと高校アンケルがね得意なんでね、このテーマはだから結構そのなんだろう、マクリフダめっちゃ入れちゃって、なんかブラックホールとかでもそういう系のマクリフダ入れちゃって、怪獣とか、怪獣禁止か、なんか、サタンクロースとか、サタンクロース使えるのかな、サタンクロースとか、あ使えるわ、サタンクロースとか使える、まあ一応まあ守備表示だけどこれ、ただこういうのをなんか入れて相手の盤面まくっていくカード入れて、なんかワンキルするっていう、後攻に寄せるっていう構築もありだと思います。なんか今回のこの構築は一応先行になってるんですけど、ちなみに今回ご紹介するデッキほど1ミリも調整してないので、参考程度に見てください。魔界劇団、これねほぼフルパワーでした。まあエクストラがなんかあんまないぐらい、
結局ですね、魔界劇団があのフルパワーで使えると何が起きるかっていうと、やっぱりその新しい新規カードのこのファンタスティック、シアターとか、このスーパープロデューサーあたりで結構その相手の妨害もできるのと、あと硬いんですよこのデッキ。なんかサッシーがなんかその、破壊されねえとか、何この辺のモンスターが一度一旦中だけ戦闘効果で出せないみたいな、これとか、あと破壊されたらリクルートするとかサーチするとかいろいろあるから、これね、ちなみにレジェンドアンソロジールールでやったあの僕が開催してる大会とかでは普通に、優勝したり、トップ4に残ったり、まあ、結果を残しているということですね。はい、なんで多分このデッキはパワー的にめちゃくちゃ強いと思います。 DD ですね。はい、まあ相変わらず、まあ、パワーは高すぎてもう先行制圧は余裕というところなんですけども、一応グリフォンが、制限カードになっていたっていうところと、あとね、なんか特許なんだっけ、関連カードか見ないといけないか、特許権のうんちゃら感じみたいな、これだ、特許権の契約書類か、これがなんかクソゲーだから、これ結構あのクソゲーができるカードだけ禁止になってて、あとは全部あのフルで使えますというところで、まあ、グリフォンないのでちょっとあの安定感はもしかしたら落ちるのかもしれないけど、普通にオルドロスとか引いてれば展開できるっていうところあって、まああの使えるんじゃないかなと思ってます。まあ、DD はちょっと展開が難しいんで、誰でも使えるデッキじゃないと思うんでね。なんで、ま、使える方はぜひね、試してみてください。デッキレシピなんなら教えてほしいです。はい、わかりません。ここ何入れたらいいかわかんないんで。はい、わかんないんで、よかったら皆さん、好き勝手入れてください、ここは。ブラックマジシャンはですね、相変わらず、なんか強そうだなという気はしていまして、まあ、フルパワーなんでね。まあ、妨害力はそんなにないとは思いますけど、まあ、一応、あの手札誘発がほとんどないんで、なんか展開は絶対通るんでね。でしかもなんか、分回ればあの相手のカード、相手のターン全部突破するみたいなね、あの動きもできますから、まあ、なかなか強いんじゃないかなと。まあ、普通にその手前要素がまだこうなんか3枚くらい積んで、ブラック竜騎士ブラックマジシャン出してもいいですしね。なんかこの辺のなんか構築はね、ほんと自由にやっていただければいいんですけども、もうちょっと手札誘発入れてあのね、相手の妨害できるようにもしていいと思うし、なんか神の宣告とか入れてなんか先行に外音せしてもいいと思うし、なんかあのやりようはいくらでもあると思うんですけども、まあ、ギミックはほとんど生きてるし、まあ、今回ちょっとあの、サイレントマジシャンちゃんをねあの使いたくて僕はこれちょっと入れてみたんですけども、なかなか、強いデッキになってるんじゃないかなと思うんで、はい、ブラックマジシャン好きな方はぜひ使ってみてください。ハーピーなんですけども、私ハーピーチャンネラーのロイヤルがあの2周年記念パックから出ましてですね、ってなったんですけども、ハーピーはまあその妨害力めちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、まあ結構安定的にその、スクラッチクラッシュとか、出せるなっていうのと、あとランク4がねできて、でランク4は結構生きてて、なんかホープダブルからのライオホープレイとか、あのペガサスインセーバー装備するとかね、これはできるんで、なんか妨害力もまあまああるかなっていうのと、それからまあ相手のバックを破壊しやすいですね、ハーピーの狩り場とかで、なんでまあこの辺は結構相性がいいんじゃないかなと思っていて、なんかほんとなんかデッキ構築がなんかデュエルリンクスみたいになってますけど、なんかねフルスワローズネストとか月の書とか入ってて、だからちなみにシムルグが禁止だったんですよ。シムルグが禁止でなんか天そのなんだろうな、対象耐性とかが付与できないぐらいで、まあそれ以外はほとんどあの使えるので、まあコンダクターをね活躍させるべく、皆さんもぜひねハーピー使っていただければいいのかなと思います。軍艦はね、はい、相変わらず、まあ、ほぼフルパワーと言ってるでしょうね。で、新規カードがね、来てますんで、ね、おすすめ軍艦握りっていうね、まあ、おすすめをするだけで、相手のおすすめをこっちが食わされるみたいなとこあるんですけども、まあ、このカードが来て、まあ、割と、あの、サーチが入るようになって、まあ、展開力もちょっとだけ上がったっていうのと、ただ、先玉とかがね、禁止でしたね。はい。なんで、レベル4を供給した、あの、クシャトリアとかが禁止だったので、レベル4を供給する手段として、一応今回はちょっと影トカゲとか入れてるんですけど、なんか、あの、レベル4を供給する、まあ、なんか、予想外とかでもいいと思うよね。うん。そういう、なんかレベル4を供給する手段を入れて、なんか、分回せばいいんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ、先行で立てられる妨害が、ほんと、ライオホープレイぐらいなもんで、まあ、基本弱いんですよ。このデッキ、先行が。だから、後攻に寄せるっていうのも、まあ、一応ありっちゃありだと思います。はい、なんかぶっぱ系のなんかそのマクリフだ、さっき言ったようにブラックホールであるとか月の書であるとかね、今回入ってるけど、こういうカード入れてなんか相手の妨害を踏んでいくっていう構築もあると思いますね。アーゼウスとね未来利用がないので痛いんですよ、かなり。だからデッキのパワーとしてはめちゃくちゃ落ちてるけどただまあメインギミック自体はフルパワーなんで、まあ多分使えるかなって感じですね。アマゾネスフルパワーでした。1回作って
ってなんか置いといたデッキが今回使えるかなと思って引っ張ってきたらね、禁止カードね何もなかった何にもなかった禁止カード。だからあの本当心置きなくあのアマゾネスできるので、なのでアマゾネス好きな方はぜひ使ってください。はい、あのこの環境であればこそ吸収とかなんかあとこれあのアマゾネスカイゼリンとか強いんじゃないかなと思ってんだよね。結構その何対象耐性&効果破壊耐性とかで戦闘破壊耐性もあるんですけど、で戦闘した除外みたいなね、で結構強いんじゃないかなと、思ってるんで、アマゾネス大好きな方はおすすめです。ゲンマーもね結構ねあのフルパワーで使えて、なんかね前回のアンソロジー結構将来心とか規制かかった記憶あるんだけど今回何もなくて、はい、なので、まあ、ちょっと初動がねあの将来心引けないとちょっと弱いから、まあ、そこはちょっと微妙かなって思うんだけど、将来心とかあとあの買い物あたりは、まあ、全部生きてるんでね、こっから、まあ、ラビエルとか展開して、まあ、指定の失楽院か失楽院で、まあ、カード2枚ドローするっていうこともできるし、あと失楽院じゃない失楽の霹靂かで、魔法カードを、魔法トラップカードかを無効にするっていうこともできるし、まあ、最悪、なんか、2種類ぐらいになったらもうスキドレインだから、まあ、スキドレと魔法トラップ無効あったらもうさすがに勝てんじゃないかなっていう、でしかも打点4000っていうね、いうところがありますので、あ、まあ、打点4000じゃなくてもう一気に、8000にして全員殴るみたいなのもできるしね、でワンキルも取れそうみたいなとこあるんで、まあ、割とこれはね結構強そうな気がします。はい、この辺も使えるしね、一応ねサラマングレイとか使えなくはなさそうだなって思いました、あの見てて。まあ、すげえだいぶまあ世界大会優勝できたんでね、なんかめちゃくちゃな規制かかってて、なんか1とか禁止とかめっちゃ多いけど、まあだでも強いんじゃねって、はい、思いました。まあ、ちょっとなんかこの精神操作とか入ってるのよくわかんないけど、サラマングレイってさ、なんか結構展開札いくつか何体かいるじゃないですか。なんかスピニーがね1しかなかったり、あとガゼルが1になってたりとかするんだけど、サイバースのなんかそのグッドスタッフ系のモンスターも結構使えると思うし、このデッキって。なんで、まあその辺のモンスターぶち込んで、残機とかダメでしたよ。残機とか禁止でしたけど、まあそういうのグッドスタッフ系のなんかモンスター使ってサイバースの展開を伸ばしていくみたいな動きは、できるんじゃないかなと。でも一応ね、ロアーとレイジ構えるみたいな動きはできるから、まあサークル1枚なんですけど、まあ、この辺の動き決まれば、まあ全然強いんじゃないかなっていう気はしますね。最後ヒーローですね。ヒーローもね、結構ディアボリック街の制限がマジで痛くて、あとデストロイフェニックス街とかが禁止になってまして、これね、あとあのアブソル、ここね、この2枚禁止になっててさ、結構きついなと思ったんだけど、ただヒーローってやっぱ強いモンスターいっぱいいて、例えば今回フレームシュートが実装されたんですけど、フレームシュートが出るってことは結局そのフェイバリットコンタクトがサーチできて、しかもミラクルフュージョンが打てるってことで、シャイニング、ネオス・ウィングマンとか、発動かしかったな。この辺とか、あとアダスタクホールドから昔ながら のマリチャス・ベイン出して、ぶん殴っていくみたいなこともできるんで、あとネオス・フュージョンでレインボー・ネオス出すみたいなね、動きもできるからね、こういうのはまあ結構強いんじゃないかなと、はい、思ってます。まあ、このネオス・フュージョンのところがちょっとファリスと喧嘩するからさ、まあ、若干アンチシナジー感はあるんだけど、まあ何相手の場面を突破していく力っていうのはあると思うし、先行もまあ妨害用意できなくはないし、あとフュージョンディスティニー一応使えるんですけど1枚だけ、この、デストロイフェニックスガイが来る前まで使われていたディストピアガイが一応いますんでね、でデストピアガイとダイナマイトガイの結構コンボとか割と強いんで、まあ、この辺を、まあ、一応使って妨害していくことはできるかなと思いますね。ただ魔法トラップカードの耐性っていうのが基本的にはないので、ヒーローはまあ、なんで、まあ、そこだけちょっと注意って感じかな。サンダーボルトとかブラックホールとか流行るかもしれないから。はい。まあ、そこだけ注意って感じですね。はい。まあ、ただ、フェイバリットコンタクトで、後ろに妨害構えてるから、まあ、いけんじゃない？はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、めちゃくちゃ楽しみですね。このイベントね。ぜひね、皆さんもなんかこんなデッキ強いと思いますみたいなのがあれば、ぜひ、教えてください。コメント欄で教えてください。それでは、イベント楽しみましょう。また次の動画で。